乗数についてはあの分母に、分母に限界収集法と限界貯蓄成法が来るので C が大きければ大きいほど C が大きければ大きいほど限界消費成功が大きければ大きいほど分母がちっちゃくなるので全体が大きくなるということです。限界消費成功が大きいということはみんながお金を貯め込まないで使うということです。だから何か投資とかをしたときにたくさんお金を使うとそれだけ国全体が付加価値が増えるということです。で S が大きいということは分母が大きくなっちゃうのでお金を使ってもあんまり増えないということです。だから溜め込むと良くなるということです。で、まあ、これは分母とか分子とかそういう小学生レベルの分数なのでちゃんと一般化して覚えてください。分かりやすい数字で入れてきましたけどそれを覚えてください。それで、鈴木さんがいいことを書いてました。でお金を貯蓄連続すればそれほど持ち金、まあ、持ち金ってところがちょっとまだまだあれですけども今日は少しクリアになると思います。持ち金すれば持てば、まあ、貯蓄しないとまだダメです。ダメですって言うけど貯蓄しないと誰かが使うお金がないので世の中全体としては経済全体としては良くないですけどもでも貯蓄しないで消費すればするほど今話したように乗数効果が大きくなって国全体の経済が戻るっていうので、どっちが何だか複雑な気持ちになったってことですけども、それを正確に説明します。でそれが今日どうしようかなと思ったけど、教科書にも英文の教科書とか読むとコラムが書いてあったりするんですけども、乗数効果から言うと貯蓄しないで使った方がいいです。で今までの中でチタッと話しましたけれども、誰かが貯蓄しないと。それが他の人が投資するお金にもあるので貯蓄を増やさないと投資、要するに生産ができないんです。と どうすればいいのとなりますよね。で、まあ、優等生的な答えはいくら消費を増やしても全部ね、余裕吉野銭を持たない全部使っちゃうとまずいのでやっぱりある程度貯蓄をしますよね。だからちょうどいいぐらいに貯蓄するのがいいんですけれどももうちょっと正確に言うと短期的に経済が不景気の時はやっぱり少し消費を増やしてあげて乗数効果が出るようです。でも長い目で見たらやっぱり国を作る橋を作ったり道路を作ったり水道整備するには貯蓄してそのお金で投資しないとダメなので長い目で見たら貯蓄はある程度してくださいという考えをするとちょうどいいと思います。でだから今景気が悪いって時に将来のためとか ため込みすぎると良くないということです。そういうふうに整理すると分かりやすいというかと思います。それで今日の金融という話ですけれども考えましたけれども、来週テストで今日のところまでの範囲です。でまずテストに関しては、考え方を問うので、それは最低限の用語は覚えないとその問題の意味は分かりませんけれども、暗記問題ってことはないですよ。よく暗記しないとダメだったっていう学生がいるんですけども、暗記問題ではないです。今まで話したように、こう仕組みをきちっと理解すれば、それを単純に聞きます。これを説明してください。これは何ですかっていうのを説明聞きますので、今までちゃんと事前に資料をダウンロードして、それを見ながら説明を聞いて、小テストの理解で問題を解決してきた人は普通に答えられます。そういうも要するに素直な問題を出します。それだけです。それで来週テストで、その後休みとかどういうことか考えたんですけど、そのまま ISLM という一番大事なところに突入します。でその次に財政金融政策っていうんですけどもそれを1週間後1週間にまとめてやります。そうするともちろん私も病気になったり出張があるので休校は出るかもしれないんですけどもし病気にならなかったり出張とかなかったら海の日の前の週に
テストをできます。そうすると一番最後の週はすることがないので休校にできます。まあ、あの用事がないので休校しちゃいけないんですけど、まあ、私が休業になればいいので休業を守ってしやすっておかしいですけど、休園になるという予想がしますので休業にする。だから、今のところはダラダラで休むよりも早く終わっちゃった方がいいなっていうのが私の考え方ですし、あの今まで4年生3年生それで助かったって言ってますから、そういうふうにやっちゃった方がいいかなというふうに思います。私としては6月20日、6月19日に東京で高校生向けのだろう進学相談会とか行かなきゃならないんで、ちょっと休みなしでそのまま突入が苦しいんですけど、まあ、本当にそれで具合が悪くなったら申し訳ない休みかもしれませんが、今の時は それで考えてます。で、あの、分からないことを関する方向に関しては、まあ、どうか適当なところで入れて、まあ、しょうがないから、あの予定が合わない人はしょうがない。ただ、YouTube にはアップロードしておこうと、そういうふうに考えています。いずれにしろ、来週試験で、休まないで普通にそのままやります。それで、今日は、金融論の話をしますけれども、これは本当はそんなに難しくないんですけれども、毎年学生の様子を見ていて、こう、腑に落ちないというのが一番の感想だと思います。だからかなり内容を変えました。説明を加えました。それで、学生が分からないことの一番の理由は、要するに債権というものをあんまり知らないんですよね。日常の生活であまり入ってこないから。だから予習してもらいました。で、説明仕方も変えました。でそこさえ分かれば、話は単純です。話は単純です。それで、小テストの振り返りは、今日やりました、さっきやりましたので、やりましたので、貨幣の基本的理解と、需要と供給と、で、市場の均衡と、で、取引の実態は、こういうのがありますよというところで、後で教科書を読んでくれればいいです。それで、今までくどいんですけども、ここをきちっと復習します。今まで一番最初に、これが GDP とか GNI ですよ。国の全体の経済をかかりますよという話をしました。で、景気っていうのはこうやって動いてしまいますよという話をしました。で、主体として、家計、消費者が、利子率によって今使うか将来使うかっていう行動をするっていう話をしました。で、企業投資の効率によってこれだけ投資します、あるいはここでやめますっていう話をしました。で、こういう主体があって政府はこの後で出てきます。で、3つの主体がこういう行動をして存在しますよ。マクロ経済というのは存在しますよ。で、労働市場で A 子さんがバイト代によって働くのか、デートに行くのかも決めますよ。で、それによって労働の供給を決めます。で、野党側は労働の限界生産性と賃金の間で決めますよという話をしました。で、財サービス業は分かりやすいです。作った分は作った分だけ。で、需要の方は必ず買わなければならないものと給料が上がるに従って買うものが増えますよという話をしました。それで、今日の金融市場という話をします。で、大事なのはこの利子率というものが出てきます。で、貨幣量といってもちょっとわからないです。でもこれが今世の中で一番騒いでいる話です。ぜひニュースを見てほしいんですけど、日銀の総裁がよく出てきてマネタリーベースを貨幣量増やした増やさないという話がもうほとんど毎日のようにニュースに出てくる。で、こういう話を聞くと意味が分かってきます。で、ニュースが分かるということじゃなくて皆さんの生活に直結すると直結しているということです。それで金融市場、今日はだからその金融市場の話ですけれども、どういう仕組みで供給と需要が決まっているかを考えます。で、供給の方は実は簡単です。日銀がお札をするかすらないかって話なので、需要の方が考え方としては大事になります。なんでそんなことかというと、金融市場っていうのは端的には物と別々に動けます。動くことは可能です。ただ一見矛盾したように思うんですけども、貨幣のこの需要と供給の量、要するに金融市場の動きが実は労働市場も財サービス市場も動かしているのでということです。影響を与えているということです。独立には動けるけど影響を与えているといいます。で、大事なのはここです。貨幣や企業が資産は分かります。
私のような例ですれば、今日お財布の中に現金が入っています。で、預金があります。預金があります。で、家と土地があります。家と土地、それは資産ですよね。でも、土地は高くても、土地持ってって今日生協でこれでカレーくださいってもくれませんよね。現金がないとダメです。だって分けてやって、そのうち資産の中で現金をどれだけ持っていたいかということが大事です。それが何で決まっているのかっていうのは今日の話のほとんどです。で、現金がないと皆さんもお買い物はできないですし、企業も最終的には買うとき、何かを買うときって現金で振り込みますから、現金がないと真っ当な理由で投資して物を生産したくても投資ができないということになります。だから大事です。それで、まあ、マネーマターズって言ったのはケインズです。マネーマターズっていう、マネーマターズっていうのは、実に英語的表現で、これあまり訳さないです。そのまま理解してもいいですけど、マターっていうのはこう大事であるという、大事でなくないってことです。まあ辞書に言っといてください。で、学生がやる誤解で、貨幣供給量、貨幣需要ってお金はたくさんあった方がいいんじゃないですか、それとは違いますので、誰だってお金は無限だとかいいんですけど、それとは違う話なので気をつけてください。それでここは急いでいきます。貨幣の機能と定義ですけども、機能はいいですよね。物を取引するときに測る、取っておくとですけども、ここだけ、ここだけ取引需要、取引需要としての貨幣となります。もし世の中に2人だけしか人がいなくて、1人がお魚を取ってきて1000円で売りたい、で2人しかいなくて1000円のお魚ですから、魚1000円で売りますよね。その時取引に必要な貨幣は1000円札1枚終わりです。だから日本銀行がいたら、日本の人口2人に対して1000円札を1枚吸ってあげれば取引需要は満たせます。でこれで2人3人って増えてきたら、千円札2枚3枚必要ですよね。必要ですよね。取引が増えるから。で今度は千円じゃなくてもっと高級なもの、松阪牛の牛肉が欲しいでしょう。給料が上がるとお魚じゃなくて今度は松阪牛を買います。1枚そうすると千円札10枚いりますよね。だから取引の回数が増えたり、所得が上がると取引に使う貨幣がたくさんいります。わかりますよね。取引にいるんだと言います。でこれを大事なので覚えておいてください。それで貨幣の定義ですけれども、貨幣、お金って言った時に現金だけじゃないんですよ。預金、最近はすぐ下ろせます。で定期預金も解約が必要ですけど、すぐ解約できます。でこれは時を忘れてください。で郵便貯金というのは一応銀行と分けているだけで意味は一緒です。でここに入っているのでややこしいです。ややこしいです。ややこしいです。債券というものがあって、これも簡単に変えられるんだったらお金を使いましょうということですけども、ここで一旦区切ってください。今のところはだから定義としては、もし貨幣の定義入って控えたら債券も入るんですけれども、今日の話では一旦区切ってください。それで大事なのは、資産の中ではこのお金以外も土地とかありますよね。ありますよね。でこういう貨幣の定義と範囲を考えてください。で流動性、すぐ使えるってことだと現金は流動性が高い。で債券だと割と簡単だけども、銀行行って窓口でこうやって買えないといけない。で土地だともう大変ですね。売りに出して不動産屋さんと話して契約して1年ぐらいかかりますよね。だ流動性は低いということです。だからこっちになるほど流動性が高くて、なるほど流動性が低いということです。で今はここで区切っておいてください。それで貨幣市場なので貨幣の供給と需要を考えますけれども、とりあえず貨幣は現金じゃなくてもっと広い意味なんですけれども、債券と入っていると学生混乱するので、とりあえず現金と債券、お金といったら貨幣といったら現金で、債券は別物と考えてみましょう。とりあえずは、で後でもう一回正しい範囲に戻します。
だから貨幣といったら現金のこと、まさにお財布に入っている現金のこと、でそれと債券があるというふうに考えています。で、ある程度分かってきたら、もうちょっと本来の意味に戻します。だから今は現金と債券の間の話をしているんだよということで話を進めます。それで貨幣の需要を考えます。今日は金融市場なのでお金の話なので貨幣の需要と供給の話をします。でまずは貨幣の需要の話で、貨幣に関してはとりあえずは貨幣といったら現金であるというふうにとりあえず考えちゃいます。それでどういう形で資産を持っているか、それでまず債券というのは予習してもらいました。で日本の国債、そして日本の国が地震の復興のためにお金を借りたいから、お金が必要だから債券という日本国債という紙を吸って出ば100万円、これ100万円ですと、で証拠としてあげるから現金をくださいと思います。で1年経ったらじゃあ 0.1% の利子をつけてお返しします。だから100万円の国債という債券を皆さんが買ったら1年後には 0.1% のおまけがついてもらいます。ただ100万1000円かな、 0.1% 1000円儲かるということです。儲かるということです。その時に皆さんは1年間現金が使えなくなります。でその間日本という国はその100万円を使えます。それが債券というものです。で、まあ、現金はいいですよね。100万円。100万円、まあ、何でも買えます。債券になればちょっと厚いですけど、何でも買えます。それで、もし100万円持ってたとしても、債券を買うと 0.1%、1000円儲かるけど、その間お買い物はできないですよね。消費税ですね。で、現金持っていれば、すぐお買い物。ただよく考えると現金を持ってるということは、その日本国債を買っていたら、その100万円という現金を日本国債という形に変えていたら受け取れたであろう1000円を失います。1000円を失います。この差が 0.1% ですよね。ということは国債というものがあるのに現金を持ってるということは、現金を持つことの機械費用が 0.1% ということです。1000円だとあんまり話してて迫力ないけど、でも、まあ、今これぐらいしかないから、それでこれが今 0.1% ですけど、 0.2 とか 0.3 とか 1,2,3 になると大きいですよね。大きいですよね。で今100万円っていう小さい金額ですけど、世の中にお金を持っている人いっぱいいて、1000万円、1億余っている人いっぱいいるわけです。だ自宅の金庫の中に札束を持っていてもしょうがないので、預けちゃうわけです。そうすると、例えば100万円だと1000円しかないですけども、1億かな。1億の国債を買っていたら、1年で10万円もらえます。だから金庫に眠らす。現金で1億円持っていると、この国債の利子率分の10万円が機械費用になるということです。なると思います。で、10万円だと、ハワイで行けないけど、台湾ぐらい行けますから。台湾ぐらい行けますから。それで、今言ったことを整理すると、100万円という資産はあります。現金で持ってますか、債券にしますか。現金で持ってると流動性が高くて便利なんだけれども、債券で持ってたら得られたであろう 0.1% が現金を持つ機械費用になります。それで今言ったことを整理すると、利子の差額が、現金の利子はゼロです。利子の差額が現金を保有することの機械費用です。言い換えると
利子の差額が現金に対する需要の機械費用です。ここが分かれば今日の話は全部分かります。分からない人。ここまで大丈夫ですか？ここ大事なのでゆっくり話しましたけど。ただ、現金を持っていると機械費用があるからといって、全部持っているお金全部債権にはしないんですよ。だって昼間請求って金買うから。なんかやっぱり流動性ってことで、ね、その1000円、うちは100万円預けたら1000円もらえるからといって、全部債権にしたら、あ、お昼カレー買わなきゃいけないから食べなきゃいけないからって、甲府駅前までバス往復200円かけて債権を現金に変えたら、そこでお金がかかっちゃうんですよね。だからバランスを考えて持ってます。ただいずれにしろその取引にかかる、甲府駅の銀行までバス代かかる取引にかかるお金と、その現金を持つことの機械費用をこう無意識にこう比べてどれぐらい持ってるか決めてます。で、お金持ちはすごい考えて決めてます。お金持ちはすごい考えて決めてます。だって全然違うんですから。100万とか200万とか違ってますから。ということです。くどいですけど、現金を保有することの機械費用と、流動性が低いものを持つことの取引費用の比較を考えて現金を授与します。ここが分かれば今日の話はスススッといきます。それで今の話をグラフにするとこういう形になります。で、このグラフがとても大事で、これが分かれば今日の話はそのまま自動的にいきます。今の話を整理します。利子率が上がれば上がるほどいいですか。さっきは 0.1% でした。で、これ 0.21230 ってなると、もう現金で持ってればすごい損ですよね。上がれば上がるほど、今は1000円ですけど、これは 1% になったら1万円だし、どん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 増えます。ということを、利子率が上がれば上がるほど現金を保有することの機械利用が大きくなるので、利子がつく携帯のものこうでば債券の保有金額を大きくします。言い換えると、利子率が上がれば上がるほど現金を持つ量を減らします。どん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 損するから。ただし、まあ我々はいいです。甲府駅まですぐ着けますから。でもすごい、山梨県だってすごい遠く、甲府駅から離れた人がいます。そういう人は、取引費用、要するに銀行まで行くんですよ。お金と時間が変わりますよね。そのバランスで考えます。だから、もし同じ債券の利子率だったら、遠くに住んでる人は多分現金を多めに持つと思う。実際私が大学生の時っていうのは、皆さんの時よりは銀行の窓口で現金を下ろすっていうのがちょっと手間がかかりましたから、だいたい1、2週間分まとめてとかね。我々の親の世代はもっとそうです。必ず通帳が行ったので、まあ、大抵の主婦は1ヶ月分まとめて現金を下ろして、それで袋に分けてっていう形をしていました。今みたいに簡単じゃない。それで今言ったことを整理すると、現金の需要は利子率との関係で決まります。で、利子率が高いと現金需要が低いです。すごい損するから。で、反対に対照的に利子率が低いと現金需要が高いです。どうせ債権持ってても利子率つかないんだから、取引費用がかかるだけだから債務の中に持ってた方がいいということになります。で、その関係を整理すると、利子率が高いと現金の需要量は減ります。低いです。で、利子率が低いと現金の需要量は高いです。こういう関係になります。わかりますよね。すごい債券の利子率が高かったら、財布の中持ってると眠ってるだけだからもったいないから、それを減らして銀行に行って債券を買います。で、低いんだったら
買いに行くこと自体が大変なので、で取り替えに、ごめんなさい、交換しに行くのが大変なので、それだったら財布の中に持ってた方がいいと。どうせ儲かんないということになります。で、これを現金需要曲線。くどいですけど、繰り返しますと、現金への需要は利子率との関係で需要量が決まります。で、利子率が高いと、現金の保有量、需要量は低いです。で、利子率が低いと、現金の需要量が高いです。高いです。需要量 OK。で、これを現金需要曲線と呼びます。で、後で貨幣に戻しますけれども、意味は根本的には変わらないです。それで現金の今度は供給の方を話をします。で、これはですけど、後で貨幣の供給ですね、直しますけれども、供給ね、供給の話だから、きれいな字で書きます。供給ですけれども、もうこれはもう、一番最初はシンプルです。一番最初は。日本銀行がお金を刷った分です。以上。貨幣の供給は日本銀行が貨幣の供給を刷った分です。ただし、今、日本銀行が新しくお金を刷らなくても、街中に普通に現金ありますよね。ありますよね。だからゼロの状態からだったら、それが全てですけども、今出回っているお金も考えなければいけませんが、ただ、究極的に普通は増やそう。供給を増やそうと思ったら、まあ、日本銀行がするお金です。それは分かります。以上。ですから話は簡単です。さっきと違います。現金の供給量。で、利子率。まあ、ここでは関係ないです。需要の方は関係あるから書いておくんですけど、まあ、日銀が供給、ここだけ、この量だけ吸ったら終わり。以上。それだけです。これは難しく考えることないです。そうですよね。だって、山梨中央銀行、ちゃんとした銀行ですけども、日本の通貨は刷っちゃいけないですから。だから、日銀が刷ったの。話は、だから単純に刷った分だけということです。こちらは簡単です。それで、ここら辺のページをかなり出しました。それで、貨幣の供給ですけれども、ごめんなさい、現金の供給ですけれども、中央銀行がお金を印刷すること。で、それが現金の供給の大元です。ただ、日銀がお金を刷ったときに、100万円刷ったときに、どうやってその皆さんが扱える状態まで手に渡るのかっていうと、山梨中央銀行にあげると皆さんが使えるようになりますよね。でも、何もしないで100万円を日銀が山梨中央銀行にあげちゃうと、いわば給料くれたのと同じみたいになっちゃうんですよね。あの、価値があるから、街中に出たら価値があるから。じゃあどうしたらいいかっていうと、まず日銀が印刷して増やしたい、現金の供給を増やしたいだけ印刷はします。工場で。で、そうすると日銀中央銀行の中に現金ができます。で、この状態ってはまだ街中に出てないのでお金としての価値は生まれてませんが、街中に出ると価値があります。で、今は中央銀行で上げちゃうとタダでお金あげたのと一緒なのでそれはできません。で、どうするかっていうと、今これが最初の時点です。例えば日銀の中に日銀も債券、国債を持っています。で、今現金を刷りました。で、山梨中央銀行が現金が金庫の中にあって、山梨中央銀行も国債を持っています。で、皆さんのうちでも現金をお財布の中にあるし、で、債券を買うのは買って持っていった普通の家庭であることです。持ってます。この状態からスタートしてお金を刷りました。で、どうするかっていうと、このお金で
金でここにある債権を買います。ここにある債権を買うってことは、もともと100万円の価値があるので、ただでお金をあげたのとは違いますよね。ここにある債権を買うんだから、買うってことは、買うってことは何かっていうと、現金を渡して債権をこっちに持ってくるということです。だから債権を買うってことによって現金の供給ができます。まともな形で、まともな形で、そうですね。現金、債権を買うってことは、紙はこっちに来て、ただ最終的にはお金に換えることはできますけど、紙が来て現金がこっちに来ます。もう一度言いますね。一番最初はこういう状態を、まあ非常にパターンとしてこういう状態を考えます。日銀だって債権を持ってます。で、中央銀行、山梨中央銀行に金庫の中に現金があるのは普通ですし、債権も持ってます。普通のことで、普通の家計も現金があるし債権を持ってます。で、新しくすりました。なぜ？現金の供給を増やしたいから、増やす必要があったから。で、中銀に100万円ポンと渡すと、それはしちゃいけないことなので、これを買います。買うってことだったら別に取引ですから普通ですよね。で、買うことによって、ここにあった債権がこっちに来て、ここにあった現金がこっちに来ます。そうすると、さっきまで中銀には、山梨中央銀行には現金と債権で、現金は100しかありませんでした。でも山梨中央銀行はこれによって現金が200に増えました。増えましたよね。供給が増えましたよね。で、ここまで来れば、あとは勝手に動き出します。で、これが最初になることです。それで、ここはここにあった現金がこっちに来た、ここにあった現金がこっちに来たということで、どうなったかっていうと、貨幣の供給、ごめんなさい、現金の供給はさっきまで100だったのが200に増えましたということになります。そうですよね。さっきまでは100しかなかったです。さっきまでは現金100しかなかったです。でもこれによって現金200になりました。だから、さっきまでは100だった現金の供給が200に増えましたということです。で、それは債券を買うということを通じて現金の供給量が増えたということです。それで、現金の需要と現金の供給の話をしました。そうすると、均衡どうなるかということです。それで、ここが今まで学生が分かってるけど、何か何言ってるのか分からないっていうところがあったので、均衡の意味ですけれども、財資料の均衡が分かりますよね。作りすぎちゃうと奴隷残るし、欲しい人がいっぱいいると足りないから、ちょうどいい量で理解が決まるというのはイメージするできると思うんですけど、現金の均衡っていうのは、ある一定の需要とある一定の供給があったときに利子率が決まるってことですっていうふうに考えてしまっていいです。それで、現金市場の均衡っていうのは、要するに所有する財産のうちどれぐらい現金で所有するか、これが、まあ、保有するかが、これが重要でしたよね。で、供給は単純にこれです。消しゴム。で、今までの現金の需要と供給を整理すると、で、需要の方は所有する財産でどれぐらい現金で所有するか保有するかです。それは利子率と反対ですよって話をしました。だからこういう形の
線になります。こういう形の曲線になります。それでじゃあ供給の方はどうかっていうと、単純に日銀が刷ったもの、まあ、最初は100だったら100としましょう。で需要量がこうで供給量がこうだと、この交わる点、ここで利子率が、世の中の利子率が決まるんですよということです。ということは現金市場の銀行、あとで貨幣市場に戻しますけれども、現金市場の銀行っていうのは現金に対する需要と現金の供給で利子率で決まっています。で利子率で決まるって順序が逆じゃないかって話なんですけども、この後出てきます。でここで決まるし、で今度こっちを上げたり下げたりするとこれも変わりますからという話をこれからします。いずれにしろ現金の市場の銀行っていうのは現金に対する需要で供給量で利子率が決まるということです。でこの後こっちの話をしていきます。でさっきの話で100から200に供給量を増やしました。で供給量を増やすと新しい銀行というのはここで利子率は下がります。単純ですよね。あまり難しく考えないと思います。この後説明します。供給量を増やしたら銀行というのはここに移りますよね。移って利子率は下がります。くどいですけど大事なのでもう一回言いますけど、貨幣供給量を増やす、ごめんなさい、現金供給量を増やすと新しい銀行店になって利子率が下がります。ここが大事なことです。ここが大事なことです。それで、まあ、ピンとこない人もいると思うので、現金供給量を増やして利子率が上がると何が起きるかというのをお話します。現金供給量を増やして日銀がすればいいです。で債券買えばいいです。で利子率が下がって、利子率が下がるってことは現金への需要が増しますよね。増しますよね。債券持ってるとしょうがないんだから。その何が起こるかってことですけども、例えば一番最初の状態からここまで持ってきたとしましょう、ね、持ってきたとしましょう。そうするといいですか、銀行は現金持ってると儲からないんです。現金を貸して例えば100万円貸したら 15% で貸したら115万円を貸して返してもらわないと銀行は儲かりません。そういう商売ですから、分かりますよね。で15万円が彼らの利益です。まあ正確に言うと、この現金は日銀から来ただけじゃなくて、皆さんに例えばまた預かって利子つきますよね。計算しやすいように 5% すると、ここから預かって預けておくと 5% 返さなきゃいけないので、この15から5を引いたところが彼らの儲けです。いずれにしろ大事なことはここにお金を眠らせてもったらいけないってことで、要するに商品が倉庫に眠ったまま売れない状態と一緒です。銀行にとってはだから何をするかというと、例えばお金がたくさん来ました。そうすると利子が下がります。で現金への需要が増します。それで最初に起こるべきことっていうのは、持っててもしょうがないので新しく来たのを一生懸命貸し出そうとします。それで利子が減るっていうのはさっきみたいに自動的に来ましたけれども、この前の状態ってありましたよね。日銀がここでお金をする前の状態はこれはまだこっちにあってこれだけしかありませんでしたよね。これだけしかなかったですね。それで借りたい企業が企業1、2、3、
実はお金は借りたいにしましょうか。でも3社もあるんだったらなるべく高く貸したいですよね。でこれでこの間の話とつながります。うちは 15% で借りてもいいですよっていうのは投資効率が 15% ぐらいあると話がつながります。で返せるから。で2つ目の企業はうちは 10% の利子でも借りてもいいですよ、それだけ投資効率がある。でうちは 5% しかないので 5% ぐらいじゃないと借りれません。で銀行は何をするかというと100万円しかないのでここに貸します。で利子は高いなです。でも今度現金がさっきみたいに増えると今度200あります。でさっきみたいに企業1、2、3であったとしましょう。で 10% 銀行としてはお金貸さないと儲からないですから、儲からないです。で200あるんでさっきの一番いいところだけに貸してただけだと余っちゃいますよね。これ全然儲かんないですから。でこれ何をするかっていうと、じゃあ利子を 10% 貸すときの利子を 10% に下げて2つ目にも貸します。でたくさんここにあればあるほどたくさんに貸さないと、とにかく貸さないと儲けはゼロですね。銀行は儲けがゼロよりは10とか5に下げても貸した方がいいですよね。いいですよね。ということで下がっていきます。ということは現金の供給量を増やすとさっき言ったみたいに自動的にこう右に移って利子率が下がるんですけれども、なぜ下がるかっていうとお金が余るので利子を下げようとします。で下げないと借りてくれないから借りてくれないから、だから在庫が余ってるのと一緒ですよ。私の持ってるこれと一緒ですよ。最初は5万円ぐらいしたけど余ってるから最後2万6千円になりました。だから買ったんですよ。それと同じこと、余ってたら安くしますよね。でお金の値段っていうのは利子率ですよ。ここに貸す貸して返してもらうときは利子率が下がります。それで話がちょっと飛びますけれども、じゃあなんで中央銀行はさっきみたいに100万円吸って債券を買ったんですか。債券を買ったことによってここの現金を増やそうとしたんですかとですけれども、それはこうやって利子率が下がるとたくさんの企業が投資できます。でたくさんの企業が投資して消費をすれば乗数効果で国民所得全体が上がります。そういうことをさせたいんです。そういうことをさせたいんです。で今実際に世の中にも起こっていることです。まあ、最終的にアベノミクス政策が成功したかどうかについてはもうちょっと時間を見ないといけないですけども、少なくともいろんな要素では景気が良くなっていると言っています。で一番最初にしたことは現金の供給量を増やしたんです。でそれによってで銀行の貸し出しの利子率が下がりました。だから私も家を買いました。で毎月例えば10万円返さなければいけない人は8万円で返せたら、あだったら買いましょう。で住宅が買えば住宅会社が買う材料で上昇分がどんどん増えてきますよね、国民全体。それを政府はさせたいんです。そういう時に景気が悪い時にマネーサプライを増やすことによってたくさんのお金が貸し出されて投資が促進されて上昇効果で国民所得全体が上がるってことをしたいんです。
だからこういう話をしているということです。それでこれはまああまり起こらないんですけれども、利子率が下がると、現金の需要が増しますよね。下がると。だから場合によっては家計の方でいやもう債券持っててもしょうがないから戻してこっちに戻しちゃって現金に全部で持っているってことは、まあ、理論的には可能ですけれども、まあ、最初にやっぱり起こるのはこっちです。一応書いてみました。でもし家計でこう現金を持っちゃったら銀行で持てる現金が少なくなるのでまた利子率が上がっちゃって元の状態に戻ります。でこれも同じこと、まあ、これは家計と企業でお金を100万円を取り合っているって感じですけども、こうなってもまた現金は100に戻っちゃうので元の状態に戻ります。でまあ先週ここが分かればいいです。でここで功徳っていうか功徳じゃないちゃんとお話した投資効率ってことは聞いてきます。それでここまで分かればもう現金という言葉よりも貨幣というちゃんとした言葉に戻しましょう。それでややこしいのは貨幣の中に債券があるんですけども、債券の中でもすぐ現金に変えられるものとしばらくは約束で債券のまま持っていなければいけないものに分けて考えれば話はつながりますので、貨幣ってことで言葉を正確に戻します。それで貨幣に対してはどういう動機で持ってるか手元に置いてるかというと、まあ、取引の時はこれさらっといきます。それで大事なのは一番最初に話したように所得が増えると貨幣を持っている必然性が上がります。それはそうですね。皆さんがお昼ご飯、まあ、500円ぐらいですか。だからお昼ご飯に使う取引同期の貨幣ってのは500ぐらいです。でやっぱりお金持ってるサラリーマンとか会社員とかはもうちょっと高いいいものを食べますから、所得が上がれば貨幣の需要取引同期による貨幣の需要っていうのは増えます。お金もちょうど財布の中にいて持ってて一日取引のために使うので、要するに千円札じゃなくて1万円札が必要になってくる。千円札が10万必要なのでこういう動機は増えます。これは別にそれ難しくないです。それでもう一つは投機的動機で、投機っていうのは儲けるためで働かずにして儲けるため、さっきの利子率、国債買って利子率だって働かないで儲けるってことですよね。言ってみれば言葉悪いけどこういうのを投機的って言います。投機的って言います。スペキュラティブっていうことです。投機って言葉はぜひ覚えてください。それで利子率が高いと投機的動機で債券の保有を増やして貨幣の保有を減らします。要するにたくさん債券を持っていれば投機的に儲かるから黙ってても儲かる。ただしここでちょっと言っておかなきゃいけないのは、例えば国債っていうのを買う、さっきの 0.1% の国債を買うんでも買ってずっと長く持ってる人っています。そういう人は投機というよりも日本のためにちょっとお金を投資してあげようっていう割と長くちゃんと見てる人です。で株券っていうのも配当っていうのがあるので毎年儲かった時は株券を持ってる人にお金をくれます。でずっと持ってる人は投資っていってこの会社を見込んで株券100万円とか買って毎年配当だけはもらいましょう。で最後は10年とか20年経ったら処分しますけど、だから長い目で見たら投資って感じですよね。で本当の狭い意味の投機っていうのはなんかニュースでやってますよね。株が上がったとか下がったとかで低い値段の時に100万円の時買って200万円に上がったら売れば1日でもそうなったら1日で100万円儲かりますよね。これは本当の投機的動機って言いますけども、経済学上は まとめて最初働いて儲けるわけじゃないから投機的って言いますけど、それは意味がちょっと違います。それでさっきのこの均衡です。こ
これが需要で、これが供給です。そうすると妊娠率がここで決まってということですけれども、これをちょっとお話しした、この要素を入れますと、貨幣供給量が変わらない状態で、それで、これだと利子率から変わったわけじゃなくて、その所得が上がった状態、給料が単純に上がると、取引同期でもっと貨幣を需要しますので、需要曲線がシフトします、こっちに。もっと同じ利子率の場合でも、いや、有無を言わさず、お金持ってるから、お金を持つようになったから、たくさんお買い物をするので、取引のための貨幣が必要ですということです。単純に考えた方がいいです。そうですね。給料が多い方が、お財布の中に持ってなければいけない貨幣っていうのは増えますよね。だから、所得が Y1 から Y2 に増えると、まあ、倍じゃなくてもいいんですけど、ごめんなさい。増えると、貨幣に対する需要は増えます。増えます。で、これ難しく考えないでください。難しくはないですね。給料高くなったら、当然、お財布の中にお金をたくさん持っているという意味ですから、難しくは考えないです。そうすると、何もしないと、需要がこっちに来るということは、金行ではこっち来ちゃいますので、利子率が上がります。そうですよね。お金が世の中に存在する量を増やさなくて、必要だっていう人が増えたら、やっぱ足りなくなりますから。足りなくなりますから。だから利子率は上がります。利子率は上がります。それでここからが頭の体操です。ここから先はね、ちょっと大変ですけど、でもお話します。それで、貨幣をもうちょっと詳しく分けます。で、現金と預金と債券というふうに言われています。それで、細かく現金と預金と債券を比較して、貨幣の投機的保有の量とか額を決めます。で、これに関しては流動性先行が大きく影響するので、流動性先行の話とも言われます。流動性先行っていうのは、債券で持っていれば利子で儲かるけれども、交換するの大変ですよね。すぐは使えないですよ。どれぐらいすぐ使えるものを好むかというのは利子率との比較で考えます。で、現金と預金と債券。で、現金はいいですよね。安全ですぐ使えます。要するに現金で。燃やしたいなくすとあれですけれども、安全というのはちょっと今からあるんですけど、会社みたいに倒産すると現金、日本という国がなくならない限りは、日本の円というのは使えます。で、デメリットは増えません。だから利子分の機械費用があるということ。で、預金というのは利子が少ないけどこっちよりはマシですよと。で、デメリットは現金に比べて流動性が低い。で、ここで預金のデメリットは銀行が潰れたらダメです。入ってこないかもしれない。一応日本は法律があって1000万までは国が保証してくれますけども、1000万超えたら返ってきません。現金だったら自分のうちのどこか隠しておけば別に銀行が潰れればどうしよう、価値はなくならないですけども、預金の場合はそういうデメリットはあります。で、債券っていうのはこっちよりも一番高い利子が一般的につくんですけども、額面自体が変動するというと最悪価値がゼロになるというのがとてもややこしいところです。それで債券ってことを予習してもらいましたけども、簡単に振り返ると債券は無数の種類があるので、ところが全部は私は分からないようなのは本当に無数にあります。で、代表的な特徴っていうのは、額面が決まっています。買いに行くと、これ1万100万円ですよとかって書いてます。ね、決まってます。で、利子率。で、100万円で1年間の満期です。まあ、1年間ですと1年後に来てくれたら100万円のものを持ってきてくれたら110万円を渡しますということです。で、この時は利子が 10% です。利子率がね、ね、というふうに決まっています。ただ特徴的なのはこれです。ほとんどの債券というのは
市場があってそこで売り買いされます。そうじゃないのもありますけど、何が起こるかというと、100万円のものなのに人気があるやつは200万円で売り買いされます。で、人気がないやつは80万円とか50万円。これは典型的なのが株価です。株価で例えば100万って書いてあって、で、そこから先はその決まってるわけじゃなくて、会社が儲かったら3月末に儲かって分かったら戻しますってことなんですけども、なんかニュースでやってますよね。私も株はあんまり立ち入らないんですけど、毎日こう動いてますよね。だから額面が100万、額面が500円であっても、500円であっても500万では手に入らないんです。下手したら500万、ごめんなさい、下手したら500円って書いてあるのに2万円で取引されてる。ということは、最初500円で買った人はもし2万円になったら、その時売れば1万9500円丸儲けなわけです。だから額面と異なる。ただ最終的に会社に持ってってくれるお金はその額面に近くます。まあ、そこが債券というものを現金と違って特殊なところです。で、だと債券が額面の利子尺だと、まあ、単純に満期が来てタタタって窓口行けば110万円なので、10万円の利益なので、まあ、銀行預金よりちょっと高いということです。それでこっから先が本人の判断で、例えば人気がこれだ、なく額面100万円8万円で言われてますよね。で、その債券を出したのは会社だったら、会社が倒産しちゃったら返してもらえないです。で、そこから読みです。で、80万円で人気がないってことは会社がやばいかも。でも下がってるので、今80万円で買っちゃえば会社が潰れなかったら最終的に100万円くれるので、まるまる20万円いきなり儲かりますよね。あとは人気が持ち直すかもしれない。で、満期が来て総裁業の人が倒産するに言ったら、額面に対して110万円なのに、さらに80万円で買ったから30万円儲けです。ただそのもう待てないというんで売り買いされて、この人気が出て108万から100万円に戻ったら、まるまる20万円のボロ儲け。でも下がることもあります。もっと人気がなくなって、そしたら80万で買って60万円に下がっちゃうから、今度は20万も損ですよね。こういうことが起こりうるということです。現金と銀行預金には起こりえません。でも債券に関してはすごい儲かることもあるし、横道することもあるし、極端な人はゼロになります、というリスクがあるということです。だからリスクがあるので、債券は他のものよりも利子率が高い。だって儲かんなきゃリスクみんな犯してくれますから、そういう仕組みになっています。それでまず預金の利子率が上がると、みんな現金の保有を減らして、預金を増やして、債券も減らしてこっちへ動かします。そうですよね、儲かる。今度まず債券の利子率が上がったら同じことです。現金をやめてこっちへ、預金もやめてこっちへ。そうです、そうですよね。それでややこしいのは取引差がある。で、これ見ますと収益って書いてあるけど、利益に直しておいてください。利益って言葉も使いますけども、利子率って言葉で、利益って言葉で統一してますので、収益でも間違いじゃないです。で、今額面が低くてこれから上がるって買う人が考えたら外れるかもしれない。そしたらこっちをたくさん買いますよね。いいですか。今額面が低くて買う本人がこれから上がるって予想します。今低くてこれから上がるって予想したら、今低い時に買っとけば将来上がるのでしょ。したらこっちをたくさん買います。現金、預金を出してこっちを買います。今度は逆です。今すごい高くてこれから下がるんだったら、まるまる損でしょ。
ちょっと下がる前にこれなんか売っちゃって現金と預金を増やすということです。こういうことが世の中では常に行われていまして、こっちの方がもしかしたらこれよりも大きいかもしれないということです。それでこれが学生が多分一番頭が悩ますことだと思いますけども、債権を保有することの予想の利益率、収益と言いますけど単純利益にしておいてください。で利息と言いますけど利子率にしておいてください。どっちも間違いじゃないですけど単純に取りしてください。で債権を保有するとまず率っていうのを求めているので単純に買った時の価格で割ってますけども、それは技術的なことなのであんまり深く考えすぎないでください。まず利子率がありますよね。債権を買った時の収益、ごめんなさい、利益はさっきの 10% もあると利子率と、あと将来上がる今買う金額の差で、こっちが 10% でこっちが、ごめんなさい、こっちが10だとして20だとしたら30です。でこれが100万円のものだったら100で割ってあげれば単純に 30% と出るだけです。だこっちは P で割っていうのは率で出すだけなのであまり深く考えないです。で大事なのは預金の時はこれだけを考えておくんです。でも債券だとこれが動いちゃいます。額面が動いちゃうので今低くて将来上がるって自分が思ったらすごい儲かります。でも外れるかもしれない。逆に今高すぎるからこれ以上上がらないねと思ったら下がるばっかりなので買わないですよね。そもそもそういうことで買う人は予想しながら現金をどれぐらい債券に変えるかってことを考えています。ただいずれにしろ利子率は大事なものとして残っています。それで銀行との考えで、銀行の方が多いんだったら債券を減らして預金を増やすと。で、逆だったら債券を減らして預金を減らすと。ごめんなさい、債券を減らして預金を減らすと。で、ぴったりになったところで、利子率が決まってますよということです。これは、まあ、私もこれは試験には出しませんけど、割と公務員試験とか受ける人はちょっと注意してみたほうがいいですね。でこれまでの話を正式な言葉で整理しますと、日銀が山梨中央銀行に買わせる、国債を買わせるというのは公開市場操作です。で、現金の貨幣の供給量を増やすのには、まず公定歩合を下げると貨幣供給量が上がります。で、法定準備率を下げると貨幣供給量が上がります。で、今飛ばしたのは、今やってるのはほとんどこれです。こっちは教科書で出るんですけど、ほとんどやってません。というのは、景気が悪いときに、さっき言ったように、日銀が国債を買い取ると、山梨中央銀行にいっぱいお金が来ることになるので、ごめんなさい、金利ですけど、利子率ですね。利子率が下がります。下がります。まあ、景気が悪いときは、公開市場操作、まあ、実際には、政策金利ということをやってるんですけども、国債を買い取る。そうすると現金が出ます。で、貨幣供給が増えます。そうすると利子率が下がります。それで、ちょっと時間ギリギリになりそうで申し訳ないですけど、もうちょっといきます。それで、やっぱり日本銀行が当然そこしかお金を捨てないので、大事なんですけども、直接日本銀行が供給される貨幣のことを外部貨幣といって、民間銀行はもともと持っているのを内部貨幣と言います。これはそういう名前があることだけです。それで、実際にこう日銀がこうお金をするのをハイパワードマネーと言います。これはちょっと覚えておいてください。でこれは日本銀行が、まあ、中央銀行からとか預かっているお金です。でこれが、2000年で大体73兆円くらいありますよ。でこれなんでこういう話をわざわざするかっていうと、
するお金と日銀が山梨州銀行から預かっているお金っていうのは日銀自体が直接コントロールできるか、直接コントロールできる、これはするもんですよ、自分でするって決めます。でこの預金っていうのはどれぐらい法定準備率として日銀に預けとかなければいけませんよっていうお金なので直接コントロールできます。だから面白い名前ですね、力を持ってるからハイパワーっていう名前をつけます。それでこれは難しいんですけれども貨幣定数という考え方があって、どれぐらい貨幣供給量をコントロールできるかできるかですか。でそれはそのこちらがマネーサプライ全体です。でハイパワードマネーというのは日銀が直接コントロールできるお金です。で市中に出回っているものっていうのは現金と民間銀行にある預金がありますよ。で日銀がコントロールできるのは持っているのは現金通貨とあとは法定準備率の日銀にある預金ということですよ。でこの比を求めてこう単純に D で分母と分母を割って、これは預金の中の現金の比率です。でこれは同じこと。でこれが結局は法定準備率と一緒でしょということなので、整理するとこういう形になります。でこれは忘れちゃってもいいんですけれども、要するに現金を多くしてしまうとマネーサプライは減ってしまって貨幣定数は低くなります。で L を増やすということは銀行が多くの資金を中央に預けることなので貸し出しできる資金が少なくなるので、信用創造によるマネーサプライの上昇が少なくなるので貨幣定数が低くなるということです。ちょっと時間がなくなったのですごい飛ばしちゃったな。これはこれ試験に出しませんのでゆっくり勉強しておいてください。これちょっと難しいけど割と大きいです。もしかしたら別の説明の仕方でいつか説明するかもしれません。信用創造は去年やりましたので見れば思い出すと思います。これとこのページだけ説明して終わります。でこれまでの金融市場、実際にはほとんど貨幣の需要と供給、だから貨幣市場をゆっくり振り返りますと、まず需要の方ですが、利子率で決まります。利子率が高ければ、貨幣の保有を減らしておこうとします。流動性を減らしてでも貨幣の保有を減らそうとします。というのは損するから。で供給量は単純です。これは単純です。だから利子率がここに決まりますということです。で、さっきまで話さなかったんですけれども、所得がここに入ってきます。だから取引需要が、所得が増えると取引需要が増えるので、需要に対しては所得が入ってきます。で、いきなり P が入ってきたのは、今まで何回もやりましたよね。名目と実質ってやつです。名目と実質ってやつです。で、ここでは給料は変わらなくても、やっぱラーメンが100円から200円だったら必要な貨幣は1000冊お財布の中で増えますよね。増えますよね。給料変わらなくても物価が上がっちゃったら、だってタオルなんだから そこで取引する貨幣はたくさんいますよね。だから価格がここに入っていきます。だから貨幣需要っていうのは流動性先行っていうのは必ず入ってます。言わなくても。そうですよね。どれぐらい利子率によってどれぐらい流動性を先行しているか、流動性をやめるか増やすかということなので、貨幣需要って流動性先行関数で、それは利子率と所得に依存します。利子率はもういいですよね。貨幣需要。利子率高かったら貨幣需要は下がります。利子率が低かったら貨幣需要は上がります。で、所得が上がれば貨幣需要は上がります。たくさん買うから。で、
所得が増えなくても物価が上がっちゃったら1000円のものが2000円だったら1000円札1枚が2枚必要になりますよね。単純に増えます。単純にくどいですけれども、貨幣需要っていうのは利子率と所得の関数で、実質と見栄を隠すために物価は必ず入ってきますということです。で、その裏側というか行間にあるのは流動性の先行、利子率によって流動性をどれぐらい得られるかということがあるということです。で、サプライはシンプル積んだ分以上ということになります。それで、大変でしたけども、ここだけ。それで一生懸命投資を促進しようと思って利子率を下げても、利子率が下がれば銀行からお金を借りやすくなって企業は投資しようとするんですが、今度利子率が低すぎるとみんなが現金で持っていたいと思うでしょ。もう低すぎるから銀行預けてもしょうがないから。そうするとそもそもみんな現金で持っちゃうと銀行にお金がなくなっちゃうので投資しようもない。もう一回言いますよ。利子率が低くなりすぎると銀行に預けても理由がないでしょ。債券を買う理由もないでしょ。みんな銀行からお金引き上げて自宅に持ってるでしょ。の方が便利なんですよ、理論的には。そうすると銀行からお金がなくなっちゃうでしょ。すると企業が投資したくてもお金を借りないわけです。だから本来は何か中央銀行が投資を促進したくてマネーサプライを増やして利子率を増やした結果、利子率が低くなりすぎてみんな現金で持っちゃうので銀行からお金を借りて投資が促進されません。これをケインズは流動性の罠と言いました。流動性先行が高すぎちゃって投資が促進されないということです。で、ごめんなさい、ちょっとギリギリになっちゃったので、感想だけでいいです、小テストは。で、R のことを単純に I とかってこともあります。